やったよ、進め。本当、やったね。お前たちやったのか。あいつらやられちゃったよ、兄貴。何？あたいも見た。そばにもスズメも溶けちまったよ。くそー、敵討ちだぜ。
やったか。あぶねえ兄バッサーシャコあったい。せっかかくそ体が動かねえ。バッサすまん、くっつとってやれん。シャコの兄貴、いらないっすよ。おいら兄貴たちと出会えて楽しかったっす。残留思念バッソすまん。シャコ愛してたぜ。タランダ、あたりもあんたに一度みんな！犬死にさせるわけにはいかぬ。みんなを犬死にさせてはならん。当たり前だ、絶対にさせるか。ドエイ！ケンブ！絶対倒す！え！
様。所詮マハムの作り物であるお前たちに我らを倒すことなどできやせぬわ。我が息子芝を壊してくれて礼を言うぞ。これで我が怨念そして我が息子芝の執念で我らの虜となったマリエンが完璧なものとなる。はあ、くそ、ケンブ、危険だ、危険。しかし、見たか、やつは破壊神に生まれ変わったわ。今からマハムやつが作った地下世界を滅ぼし、太古に栄えたごとく人類主導の文明をこの地表世界に再興。何をしておるのだ。気でも違いたかもありえん。そうだ、いい子だ。よろずなどの邪悪な気にさらされていたとはいえ、やはりお前の中にはそういった優しい。お父様。ん？あなたが責任を取る時が来ました。もう終わりにしましょう、お父様。何を言っておるのかわからん。もうやめてください、お父様。そんなことより、さあ早くわしの元へ戻ってくるのだ、マリエン。獅子村の侵入をわざと楽しんでおられたあなたが何を言いますか。わしが何を言っても今のお前には通じんようだな。そうだ、その通りだ、マリエン。お前の言う通り、わしは獅子村がわしの作った世界を徘徊することを楽しんでいた。いや、楽しかったのだ。十分すぎるほど遊ばせてもらったよ、お父様。いやいや、非常に愉快だった。
芝やよろずの作った者どもよりわしの作った獣族どもの方が優れていること、それを目の当たりにできるのをな。元はといえば皆わしの作ったもの、それらが生きようが死のうが知ったことではないわ。わしの勝手にさせてもらう。今こうしてあなたと出会って私は全てを取り戻しました。あなたも母や兄と共に今から私の中で生きるのです。そして罪を償うべきなのです。覚悟なさい。お前いつの間にこのような力を。この光は私を含めた生きとし生ける者たちの力。あなたが皆を苦しめ、そして取り上げた生命の時の流れ。うわあ、おまりえ貴様、どうして私に安らげる場所を与えてはくれなかったのですか。父や母、兄と一緒に仲良く暮らせる時を。地上が見える。俺、死んだのか。みんな、どこにいるんだろう。俺一人、はぐれたかな。ケンブ、案ずることは何もありません。あなたの踏みしめる大地の感触を信じなさい。ケンブ、空が俺に語りかけている。あなたなのか、マリエ。俺たちの大地が地下世界の海に飲み込まれていく。あの海が流れ込む先には俺たちを見守ってくれてた人たち、俺や俺の村の仲間、生徒や合成さんの町、四天皇たち、みんな滅びるのか。そうではありません。案ずることはありません。ケンブ、すべてを無に帰すだけです。無？そうです。ケンブ、父も母も人間たちも、そして私も、すべてが自然の摂理を破壊しすぎたのです。生きとし生けるものすべてをこのアルナムの大地に戻します。傲慢だよそれは。お前たちがやってきたことを俺たちに、その罪の償いをさせようなんて。俺たちだけじゃない、どんな生き物だってみんな苦しくたって頑張って生きてるんじゃないか。その命の芽を摘むなんて勝手なことするな。あなたの言う通りです。だからこそ全てを無に帰すのです。今までのアルナムにはうぬぼれや怨念といった邪の空気が立ち込めていました。このままではこのアルナム自体が死んでしまいます。私はこのアルナムのために大地を浄化したいのではなく、草木や虫たちまで私の放った光の泡の中で全てが長き眠りにつきます。そう、母なる海に包まれ、心配することはないのですよ。ケンブ、
みんな元気に生きています。安らかに今までの悪夢は忘れて安らかに眠っているだけなのです。皆が眠っている間、私はアルナムの輝きとなってこの大地を照らし、無から新しいアルナムの世界を作り直します。作り直す？ええ、何万年何億年とアルナムの自然と共に長きにわたる。アルナムを見れないんだな。あなたにはあなたの立ちその大地や私と共に、これからのアルナム、少しずつ再生されていくアルナムを見守っていてほしいのです。俺は神でも何でもない。見守るって言っても俺の寿命なんかたかが知れてるじゃないか。大丈夫です、何も心配しなくてもいいのですよ。あなたなら。待ってくれマリエ、何なんだよそれって。何が大丈夫なんだ。俺一人ぼっちでこんなところでどうすりゃいいんだ。両親やオーケンさんや、せっかく巡り会えた仲間たちまで失って、まだあんたは俺に一人で生きろって言うのか。無責任だよそんなの。一人なんかじゃないわ、ケンブ。一人ぼっちなんかじゃない。そう、あなたは決して一人なんかじゃないわ。ドエ、無事だったんだ。俺ドエだけじゃねえぜ、みんな。てめえだけ一人残された被害者面してんじゃねえよ、ケンブ。兄貴、おいらもそう思うっすよ。まったく、いつまで経っても坊やなんだね、あんたって。タランタさんの言う通りだ、ケンブ君。僕は君の兄貴分として恥ずかしいよ。前向きに考えようよ、ケンブ。あたしらもいることだし、ね。うん、そうじゃい。わしも自分の家族に会えない寂しさが残るんじゃい。だが、子供たちが獅子村みたいなもんを恐れる必要のない世界が来るなら、それはそれでありがたいぞい。みんな生きてたんだ。俺、幻覚を見てるんじゃないんだよね。そうだ、ケンブ君。我々は決して一人っきりなんかじゃない。いや、我々が君のことをもう絶対に一人にはしない。要するに、ケンブ君、みんな寂しいのだ。一人一人が心の中で泣いている。己の愛する人たちと引き裂かれて。だが、絶望や悲しみからは何も生まれない。君にもみんなの気持ちを分かってほしい。我々はみんな君を待っているのだ。そうだぜ、ケンブ。おいらたちはみんなてめえのことが好きなんだぜ。みんな。そうだよ、ケンブ。もっと痩せろよな。ヒエ、生きてたのか。当たり前だろ、ケンブ。と言っても気がついたらここにいたんだけど、まあ、あの塔の中であの光に助けられたみたいだね。じゃあみんなもあの光のおかげで。石になっちゃった時はダメかと思っちゃったけどね。こいつなんかさ、小声で死にたくねえよとか必死に訴えてるしね。こいつ、俺はな。しかし、あの光が何だったのか興味ありますね。あの光の状態を最初に分析するのはこの僕ですからね。あの光、マリエン様がヨロズ様やマハム様に放たれたあの光、決して破壊の力ではなく、我々生きとし生けるものを温かく包むための強大な気の力。
僕は君が嫌いなんだ。剣舞、分かってるさ、トエ。俺は今はもう一人じゃない。そんなことにこだわらないさ。トエとだってみんなとだってこうして生きて再会できた。だからもういいんだ。ね、いた。この子も無事だったんだ。タムタムに懐かれたみたいぞい。みんな見るこれ。うん？成長が早いですね。我々の主観的な時間より実際の時の流れの方が早いのだな。この分だと地下で眠っている者たちとの再会の日もそう遠い未来ではない。またマトロに会っちまうのか。兄貴兄貴、あんまり強がらない方がいいですぜ。本当はランチョの親父のように身内に会えるのが嬉しいんでけしょ。黙ってろてめえ。ちょちょ、だいたい一度は涼水のことを兄貴と呼んどいて。たくお前ってやつはちょろちょろするんじゃねえ。だっておいらもっとネズミ。あら、んだよおいら自由化できない。え、本当だ。僕も俺たち従属だったはず。俺たちに一体何が起こってるんだ。わからぬ。マリエン様は我々に何を望まれているのか。従属として生きよう、あるいは人間として、いや生まれ変わる世界の守護神として生きようという意味なのか。涼水、そんなこと俺たちには似合わないさ。そうだね、私たちはそんな玉じゃないよね。出世欲出してんじゃないよ坊や。あたいらこれから力を合わせてみんなで頑張んなきゃいけないんだからね。そうだな、いつまでもこんなところで止まってられない。俺たちが許してもこのアルナムの自然が許してくれそうもない。さっきの奉仕だな。みんな、走ってくる